プラダルセレーの選手、プラダルセレーの格闘アンコールの戦闘を描いたレリーフプラダルセレー、またはクンクメールとはカンボジアの格闘技の一種。タイのムエタイやミャンマーのラウェイと同じく立ち技の格闘技である。12世紀頃からカンボジアでは周辺諸国の脅威への対抗手段として武器を用いない格闘技が存在していたとされ長い歴史を持っている。カンボジアが フランスの保護国であった時代に、フランスからの入植者によって、ラウンド製、四角い、リング、ボクシンググローブの採用、残虐性の排除などのルール整備が行われ、近代、プラダルセレーの形式が作り上げられた。ポルポトを指導者とするクメール・ルージュによる恐怖政治が行われていた1970年代には、プラダルセレーは禁止され、選手たちは、 共産主義社会建設のために強制労働に従事したり処刑された者も多数いるとされている。しかし、プラダルセルエはポルポト政権崩壊後に復活し、現在に至る。トーナメント大会がテレビ中継されており、カンボジア国内では人気が高い格闘技である。また、タイのムエタイと同様、賭けの対象である。 多くの選手は貧困からの脱出を目指したり、家族をファイトマネーで養うために試合をしている。現代のカンボジアでは、ルーキーのファイトマネーは1試合につき約25ドルほどである。それ以外に監修が酒や現金を選手に与えることもある。ベテラン選手は1試合につき約75ドルを稼ぐ。スポンサーがついたり、テレビ中継されるほど知名度の高い選手の場合。 ファイトマネーは大幅に上昇する。試合時間は3分5ラウンド制であり、6.1メートル四方の四角いリングの中で試合を行う。ムエタイ同様、試合前にはワイクルーを踊るのと似た景色が行われ、試合中にはカンボジアの伝統音楽が流れる。選手はボクシング用グローブとトランクスを履いて戦う。試合はボクシングやムエタイ同様、 国家判定によって勝敗が決まる。相手が立った状態でない時の攻撃、ロープを掴むこと、金敵、脊髄への攻撃、噛みつきは反則である。ありがとうございます。